こんばんはということでですね、やってまいりました。よろしくお願いします。ですね、1曲目はですね、バンドで合わせるのが、まずなかったかなみたいなので、1曲目は勘弁ねということで、来週26日にライブ、今週かもあるんですけども、そこで今日うまくいったらやろうねみたいな感じで1曲目はちょっと勘弁してください。でもまあずっとやり続けて、この曲はいつかバンドで、モノノミュースに絶対、お届けしたいなという楽曲なので、ちょっと多めに見てやってくださいませ。外は今風が吹いているので、よろしくお願いします。ちょっとやってみたいと思います。Thank you.
けでですね、このちょっとスケールがこのギターちっちゃいんですけども、このオープン D チューニングっていうんですか、この東洋っていうか、ちょっとインドみたいな旋律を奏でるにはちょうどいいだろうっていうんで、ちょっと今日は持ってきてみたんですけどね。さあ次からちゃんとやろうね。ギター変えます。なんかチューニングが違うらしいので、ギターを変えます。次に歌う曲は、ずっとここのとこ孫がずっと歌ってた曲で、なんかこの間ハルさんのここでオーディションになって、それで優勝したらもうこれはいいよねって言われたんで、私に戻ってきました。中学1年生がね、大人差し置いて優勝しちゃったんだよね。やばいよね。この歌を歌わせていいっていうか、私に戻ってきました。一応優勝の発表の時にドラムロールが鳴ってね、ザーッつって、今日の優勝者はとかつって、ま、孫の名前を呼ばれた時に本当にびっくりしちゃって、一瞬なんかくれのレコード大賞見てるみたいで自分の孫がなんか賞を取ったみたいなんで、あ、これがなんか あの時の感動なのかなみたいな感じを受けたんですけども、やっぱりね、ハルさんってね、キンキキッズのプロデューサーだからね、やばいよね。まあまた今度なんかハルさん一緒にやってくれるようなって言ってたんで、どんなことなのかちょっとわかんないんですけども。というわけで、桜咲く季節はいよいようちのやつにまた戻ってきました。というわけで。
Bye.
かなりトレブルだったね。いつもトレブル8とかそのぐらいで弾いてんだけど、今日2とか 3でちょうどいいね。やっぱりなんかいろいろコンディションでダダをこねるとかいろいろあるんだね。だいぶ音慣れてきました。やっぱギターの一本一本違うんで、人間も十人十色といっていろいろあるんでね。次の曲はノストラディアというバラード曲です。ベース専攻でとても綺麗な曲でね、うまくいったらとてもいい曲に聞こえると思います。Thank you.
Thank you.